はい、皆様明けましておめでとうございます。まあ無事年は明けてくれましたが、まあ去年を振り返るとまあ何かにつけて最低だったなという思いでしかありません。まあもがこうといろいろやろうと、まあそこまでは良かったです。やっぱもがいたりいろいろするとやっぱ失敗が出て反省がいっぱい出るっていうのはこれはもう世の常なので、まあそれを恐れて何もできないよりかはやって後悔する方が僕は好きなんで、やって後悔しております。正月早々、これもまあいろいろありましたが、去年のクリスマスのあの飲みライブはまあひどいと、不評だということを、皆さんというか、多くの声をいただきまして反省しております。で、名出しで、良くないことを、言ってしまったようで私、それはちょっと詫びないといけないかなと、2024年正月早々、申し訳ないなという気持ちで、佐野くんには謝りたいなと思います。海老蔵の佐野くんごめんなさい。でとりあえず反省から始まりましたが、まあとはいえなんですよ、この飲みライブ、僕的には通常運転というか通常運行をしておりました。まあよく僕の飲みライブに来る方々は普通だったと思われてるんですけど、意外に見てくれてる方が多かったりクリスマスだったりということで、あのまあちょっと、初めての方も多くおられないようで、まあ、驚かせてしまったところが、あるかと思いますが、まあこんなもんです。私別に、だからそれで嘘やそんなんで塗り固めてこう立派な人だとかかっこいい人だっていうのはいうふうに見せるつもりはさらさらございませんし、人間なんでそんなもんだと常日頃から思っております。誰だって完璧な人はいない。誰だって叩けば埃の一つや二つ出る。それが人間じゃないでしょうか。ということで、反省を踏まえながら、うちの、飲みライブですね、一番の人気コンテンツでございましたのでなんとかならないかなということで考えました。こんな感じでね、メンバーシップのライブにしようかと思っております。メンバーシップの登録は申請は、受かりましたので受かったしか通りましたので、メンバーシップ今からなれます。月額290円でございます。大変リーズナブルなお値段になっておりますので、ぜひぜひ、一回飲み仲間集合という感じで入会していただき、メンバーになっていただきですね、一緒にはっちゃけていこうではありませんか。まあね、飲んだくれ岩崎に、まあ、酒の一杯でもおごってやろうというような金額設定にしております。大変良心的な設定にしたつもりでございます。これで2人でも3人でも、4人でも5人でも、飲み仲間が集まり、日頃言えない鬱憤をここで飲み明かす、そうではありませんか皆様。そしてあの忌まわしい2023年の記憶を全て吹っ飛ばし、この2024年度は、メンバーの皆さんとはっちゃけてぐっすり寝て、新しい仕事に
打ち込みたいと思っております。いろいろ、謝ったり発表したりいろいろありましたが、2024年新年一発目の、ご挨拶でございます。今後とも、今年もですね、本当に去年は最低でした。成績が最低でした。まあ僕は常に最低だと思いますが、成績が最低でした。これを払拭して、儲けるんだと。このまんまではいい、このまんまでは良くないと思い、今の自分を脱却ということを今年の目標に掲げて頑張りたいと思います。皆さんもお付き合いよろしくお願いします。そして一緒に頑張っていきましょう。今年もどうぞよろしくお願いいたします。